交通ルールを守ることの大切さを学んでもらおうと、5月17日、松山市東温市野田の愛食ドライビングスクールで、バイカ幼稚園児交通安全教室が開かれました。これは愛食ドライビングスクールが松山南警察署と松山南交通安全協会の協力のもと、20年ほど前から毎年行っているものです。この日はバイカ幼稚園の園児およそ80人が参加し、子どもたちは止まる、待つ、飛び出さないのトマトのお約束を学んだ後、横断歩道の渡り方に挑戦しました。子どもたちは右見て左見てと声を出しながら、安全に気をつけながら渡っていました。また教室では愛媛県警のひまわりの絆プロジェクト種まき式が行われ、子どもたちは小さな種を丁寧に植えながら、命と交通安全の大切さを学んでいました。楽しかった。楽しい。楽しかった。横断歩道どうやって渡りますか？青信号。右見て左見て、もう一回右見て、手を上げて進む。楽しかったです。まず右左を見て進む。車が来てないか。子どもたちの、命安全を、守る、という、大人も一緒になって、交通安全に対しての、意識を高めるというのが目的です。左右をよく確かめて、横断をするということ、そして、自動車は急に止まれないんだよっていうこと、車の動きをよく確かめて道路を横断するように、我々も訴えかけております。改めてちょっときちんと運転気をつけないといけないなっていうのと、子どももちょっと日頃から声掛けしながら、ちょっと交通安全のルールを守れたらいいなって実感しました。先般事故もありましたし、いつも子どもには言ってるんですけど、こういった機会があることで改めて親としても勉強になったというか、考え直す意味ではいい機会になったんじゃないかなと思います。この教室を通して交通ルールを守ることの大切さを学んだ園児たち、大人も一緒になって交通安全への意識を高め、事故のない世の中にしていきたいですね。